皆さんこんにちは微細構造ウイルス学分野の野田と言います私たちの研究室は、えー、約1年半前に立ち上がったばかりですで、えー、今年4月からですけれども、まあ、学生さんも徐々に増えてきまして今年度はまあ合計11名で研究を進めていきたいと思っておりますで、私たちの研究室は人に病気を起こすウイルスに着目して研究を行っています でなぜこういうウイルスに興味を持ったかといいますと、まあ、非常に簡単な疑問があったからで例えばウイルスというのは一体どのようにして病気を起こすのかでエボラウイルスなんかがそうですけれどもある一部のウイルスはなぜ人を殺すような高い病原性を示すことがあるのかまたそういう病気をどうやったら治せるのかということに興味を持って研究をスタートしました。でそのような疑問に対して 答えを得るためには、やはりウイルスが増えるメカニズムを詳しく理解するということが大事だと思います。で、私たちの研究室ではインフルエンザウイルスとエボラウイルスを対象として研究を行っています。インフルエンザウイルスは毎年冬に流行する季節性インフルエンザの原因で、日本国内だけでも毎年5000人以上の方が亡くなっています。 一方のエボラウイルスですけれども、これはエボラ出血熱の原因ウイルスで、人に対して非常に高い致死率の出血熱を引き起こしますが、一方で、特異的な治療法や予防法がありません。従って、このように医学・公衆衛生学的に重要なウイルスを対象として、われわれはウイルスの増殖機構の解明を試みています。 少し我々の研究室の研究例具体的な例を説明させていただきますと例えばインフルエンザウイルスに関してはウイルスを人工合成するリバースジェネティクスという方法を用いて研究を行っていますこれはウイルス遺伝子を発現するプラスミド DNA とウイルスタンパク質を発現するプラスミド DNA これを細胞に導入してやるだけでウイルスを合成できるという非常に画期的な方法です 例えばある変異ウイルスを調べたいという場合には変異を入れたウイルス遺伝子発現プラスミドを使ってリバースジェネティクスを行うことで変異ウイルスを簡単に合成してその正常を調べることができますこのようにリバースジェネティクスで人工合成したウイルスを例えばバイオ細胞に感染させて正常解析を行ったりマウスに感染させて病原性がどうなるかということを調べたり あるいはウイルス粒子そのものを構造解析を行ったりということでインフルエンザウイルスの増殖機構の解析を行っていますちなみに私たちの研究室の名前微細構造ウイルス学と言いますこの微細構造という名前が示すように私たちの研究室の大きな特徴は電子顕微鏡や原子管力顕微鏡を使った構造解析を行うところです これは私たちの研究室の一つの大きな特徴です。またエボラウイルスに関する研究では、エボラウイルスというのは非常に病原性が高いので、感染性ウイルスは BSL4 施設以外では使えません。そのため、私たちの研究室では安全にエボラウイルス研究を行う実験系を確立して、実験を行っています。ここではは詳細は省きますが いくつかのウイルス増殖管を模倣した実験系を確立していますのでこれらを使ってエボラウイルスの増殖機構の解析あるいは抗エボラウイルス薬の探索を行っていますあとこれは少し実用的な研究ですけれども抗病原性ウイルス感染症に対する抗体薬の開発を目指した研究も行っています抗体というのは皆さんご存知のように非常に得意性が高いので この抗体を薬のように使うことで副作用が少ない薬を開発することができると考えられますですからエボライウイルスのような高病原性ウイルスの表面に結合して細胞への感染を阻害するような抗体薬を開発しようと頑張っていますで、えっと、私たちの研究室では、えー、まあ一番大事に思っているのが人間性とやる気です 周囲に気遣いができる人、真面目で素直な人、たくさん実験する人、一生懸命頑張る人を歓迎します。興味がある方は、ぜひこの後の見学会に来てください。以上です